どうも、タネです。ということで、2月に変えました。ね。忘れてましたよ、変えるのをね。昨日上げた動画、1月のままになってましたけど、撮影してるのは2月ということでね。これでね、やっぱ撮影日が分かるようにしとくっていうのも大事だったんでね。今月は、てんちゃんとゾノとほの。ね。いやー、また赤いね、背景がね。まあそれはどうでもいい、どうでもいいってわけじゃねえけど、ということで、今日はこちらですね、3期生ドキュメンタリー私たち桜坂46 3期生ですエピソード5、5話目でございますね、今日の12時にアップされる予定だったものが気づけば4時にアップということで、ちょっと運営トラブりましたということでね、謝罪もなく来てるわけですけれども、まあなんかあったんでしょう。というかね、一つね、擁護するわけじゃないんだけど、去年なんかね、YouTube がおかしい。実は僕が今日昼上げた動画、午前中上げた動画が、再生回数一応回ってはいるんですけど、こっちのその、管理側の画面ではゼロ再生のままなんですよ。なんかね、ショートかなんかの収益化がスタートした関係で、ちょっとこう、プログラム上に不備が出てるような印象があります。なので、まあこの動画もね、上げて、まあ再生回数は回るんでしょうけど、どうなるのかちょっとわかりませんが、まあ、再生回数よりはね、こう、リアルタイム差を重視しようかなと思ってますんで、今日はこのまま参ろうと思います。でですね、今日は第5話目ということでね、前回は一応合宿終了で第1章が終了しまして、その後の今度は第2章に入っていくわけでございます。合宿後、グループどうなっていくのか、3期生どうなっていくのかというところを見ながら進めていこうと思います。では行きましょう。せーの、スタート。もうこの段階で11名になってますね。辞退者がもう抜けちゃってる状態になってるなっていうのは見て感じました。この制服の写真はでも実際使ってたっけ？まあ、イメージカットにあったのか。でも、アーシャはね、これじゃないもんね。お、来ましたよ。今野の背中が。なんで今野さん名前書かないの？エグゼクティブプロデューサーって書きゃいいのに。出たがりの人なんだからね。うん、なんでこの距離、この距離感すっごい気になるよね。面白いよね。これで出来次第で MV ができるかどうかが決まるというところでございます。さあ、フル、今度は番をフルで覚えるね。大変だ。個々のスキルを合宿で上げ、チームワークも育んで、じゃあこのチームワークを生かしてフルバージョンを取り込むといったところでしょうかね。さあ、ということでいきましょう。いつもよく見るレッスン室ですね。よくライブのね、ドキュメント系でよく見る風景だなと思いながら見てますけど、ちょっとカメラがね、ブレブレなんですよね。この不慣れだったのが。何だったのか。フォーメーション決めね。これくじ引きで決めるって。でもこれも一つの、やっぱりなんだろう、運をつかむっていう意味で言うと、どっちがいいんでしょうね。センターを取って、プレッシャーのある中で活動をしてスキルアップする子もいれば、押しつぶされてしまってダメになる子もいるだろうし、難しいところですよね。でもそこをつかみ取るのもやっぱり才能な部分だったりするんでしょうね。で、向井さんがそう、こっから参加なわけですよね。合宿は休んでたわけですから、すっごい不安だったと思うよね。いや、でもそれでフロントですからね、向井さん。しおりさん、最年長がセンターということで。いやー、でも荷が重いけど、まあでもなんか狙ったかのようなこのフォーメーションだよね。でもなんだろうな、石森さんのこのほわっとした雰囲気って、ほんと欅の年長組がこんな感じだったじゃないですか。なんかこう、つかみどころないというか、ほわ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 してた感じがするんで、なんかそれを見てるような感覚にはなりますね。ショートバージョンの確認ね。なるほどね。振り返ってね。これだから12月にもなってるから、多分あれが11月の、ライブが9日終わって4日、5日間やって、だから半月ぐらいは空いてるってことですもんね。
で、ここで向井さんの初ダンス披露ってとこなんですけど、ちゃんとできてんだよな。頑張ったんだろうな、自分で自主練を。いやー、偉いよね。まあ確かに他の子たちに比べるとって部分は多少あるでしょうけどね、やっぱり。だメンバーがここでも協力をしてチームワークを生んで活動できてるっていうのは本当にいいことですよね。で、こっからインタビュー用の衣装をまた別途に作って撮影してるっていうのは、これなんかまた別なのなんか撮ろうとしてんじゃないのかなとか思っちゃったりもしますけどね。この雰囲気って本当映画のドキュメントの雰囲気ですよね。いやー、でも遅れたからこそこれをプレッシャーをプラスに変えてる子、この子はやっぱすごいなって思いました。で、これの新芽がね、遠藤ちゃん、遠里子ちゃんですよね。このあわあわしてる感じがもうほんと可愛いのねファンの心は静かみって感じですけどね。でもそれをがっつり食らってる中島さんっていうねもう妹みたいだね。このね、このぎこちない笑顔、遠藤さんのもうこれ大好き。この子が自然に笑える時が来た時が、この子が覚醒した時だと思う。まだはなんかね、照れからのもう無理やりの笑顔ですけど、はあ、だからフォーメーション入れるとまた分からなくなるしね。立ち位置がコロ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 あるしね。おー、振り入れはでも早く終わるって。さすがですよね。やっぱね、吸収力が高いってことでしょうね。だから期待値は超えてきてるんですよ、振り入れまでは。そう、素晴らしいことです。だから自主練をそれだけやっぱりしっかりとその、なんだろう、空いてる時間をうまく使えたっていう証拠だとは思いますよね。なんか少しずつこう、なんだろうな、年長さとしてのプレッシャーもそうだし、それだけじゃなくて、なんか目がね、やっぱりこのインタビューの時の目を見てて、あ、なんか目が変わってきてるな、最初見た時とはだいぶ違ってきてるなっていうのは結構感じますよね。谷口村山のダンス面が今後どうなっていくのか、これも非常に楽しみ。一人が楽だったけど友達ができる喜びを知った子って感じで、なんか本当にこうどん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 覚醒していきそうで楽しみなんですよね。谷口ちゃんもね、なんかしっかりしてるのかなと思いつつ、でもまだまだ子供っぽいところもあったりして、なんかそれが成長していくのがまた魅力になっていきそうで、この3期の絡んでるさ、小島さんが遠藤さんの首をこうやってるのがむちゃくちゃ見てて、あ、仲良くなったんだなって思うよね。関熊のバージョン2みたいなそうね、だから乗り越える、同じチームで乗り越えるって大事ですよね。チームワークって本当に大事。いや、でもね、このね、バンの感想のダンスは合ってないと締まらないっていうのはよくわかるからこそ、ファンが見ててもここって揃った時にうわーって思える瞬間だから、これって難しくないですか。だからその上手い人に、まあ、苦手な人が追いつくのを待つのがいいのか、上手い人が少し下手な人たちに合わせるように調整してあげるのがいいのか、ここってすごく難しいと思うんですよ。で、調整しすぎるとダサくなっちゃうしね。で、こういうの見てると小田倉さんとかがちょっとあっていう時があったりとかしながらとかさ、遠藤さんのこうステップ、背が低いからこそこう足幅でこうなんかフォーメーション移動とかがしんどそうだったりとかもするからね。これチームワークが強くなってきてても、自主練っていうと自分のための練習っていう考え方になるっていうのはよくわかりますよね。だからチームの重要性っていうのをやっぱり理解するには、多分実践を重ねないとわかんない部分もあるんでしょうね。いやー、話し合って、でもリーダーになりたいっていう子はなかなか難しいよね。
これはね、そう簡単にはいかないよ。さあ、どうなっていくの？ここで終わっちゃうんかいっていうね。出たよ、キャプテン。ノリが、みんな泣いちゃってる。いや、これ次回も試練ですね。いや、ウィーってなんなん。続きますか。はい、ということでございまして、第5話エピソード5が終わりまして、まあまだまだこっから大変だよね、なんていうふうに思うわけですけれども、まあドキュメンタリーをこうね、まあ、1話からずっと見てきて、こう本当に成長してる過程っていうのが見えるって、やっぱりアイドルを応援する上ではすごく魅力的だし、いや、なんかテンション上がるし、頑張れって応援したくなる部分も多いわけですけど、なんかこうやっぱりこう全て1から10までこっちが手出して教えるわけではない部分っていうのもすごく大事なことだったりするなっていう、まあ前もちょこっと話しましたけど、ついつい転ばの先の杖を出したくなるけども、転ばせる必要もあるっていうね、部分がすごく垣間見える第5話のその指導方法だったような気がしますけども、でもやっぱりこう向井さんもね、遅れて入ってきて、まあ遅れて入ってきたというか、まあ合宿がね来れなかった中で、あそこまでちゃんと仕上げてね、合流してるところとかで、その合宿でやったショートバージョンの方はちゃんと振りをねスキルアップしてちゃんと集合できてるところとかっていうところは、やっぱり彼女たちがこのアイドル活動に向けて頑張ろうという気持ちの表れだとは思うんで、あ、いい子たちが本当にグループに入ってくれたんだなっていうことを改めて感じさせる第5話だったような気もします。で、まあ昨日のね動画でちょっとお話ししましたけど、そのまあ3期生のミュージックビデオができるのかどうか、これがまあ一つ今回のこのゴールの、まあ、結末のパターンだと思うんですけれども、まあ僕の中ではどっちもありえるよねっていうところ、これ成功してエンドもあるし、失敗エンドも全然あっていいと思うんですよ。ドキュメントって何も成功するね、これがドラマとかだったらやっぱ成功でエンドの方が気持ちがいいんでしょうけど、ドキュメントだからこそ、筋書きのないドラマだからこそ何が起きるかわからないっていう楽しみがあるってことを考えると、ぜひ、どうなるか最後まで見守っていきたいなというふうに思うわけでございます。だからぜひね、皆さんもどうなるのか予想をしながらというところもあるし、頑張れって応援しながらもあると思うのでね、ぜひ皆さんもやってみて、何回もねこれね、やっぱ例えば5話とかこう出るじゃないですか、で1話の頃どうだったかなとかの見比べとかね、あと感想のダンスに関しては、桜坂のね、これですね、去年のファーストツアー、2021の公式サイトの動画でバンの映像があるんで、これですね、ぜひここで感想、このね、まあ先輩たちのシンクロダンスがどうだったかっていうチェックをするのもいいのかなっていう気はします。表情のつけ方がやっぱ違うよね、改めて見るとっていうところも含めて、また第6話エピソード6が、まあおそらくまた月曜日なのかな、今週2回ペースなんですよね、大体ね。だからそう考えると、まあ今日が2日でしょ、だからあと発売まで13日ありますから、まあそれを7で割って、だからあと4話ぐらいもしかしたらあるかもしれない。まあ楽しみに待ちましょうや、どうなるのか分かんないけどね。いやでもまあうまくいってほしい気持ちもありつつ、そんなに甘くないかもなとも思ってます今のところは。次回をまた楽しみということで、皆さんはどう見たでしょうかということで、コメントの方よろしくお願いします。それではまた。